おいっす、こんにちは、メイです。今回は5月のクエストダンジョン上級者向けチャレンジレベル10の方にビッグフットでね、行こうと思います。ビッグフットと今回組み合わせるのが勇気とオルフェルス。こいつがね、バランスタイプでなおかつ、火力も出せて、回復力も上げてくれるということでね、相性はいいのかなといった感じなので使っていきます。最初、1階層が覚醒ヘルメス。こいつは攻撃と悪魔タイプなので、竜で外します。まあ、攻撃タイプは最初の2階層だけかな。で、お邪魔と毒ともに 100% ですので、ここは弾いてただの全職人にしてくれると。で、次が闇アグニ攻撃タイプですね。ここまでが攻撃タイプ。攻撃悪魔神タイプですね。キリになっちゃいました。リダチエはね、防ぎようがないのでちょっと仕方ないんですが、まあ、片方の火力でぶち抜いていくといった感じですね。はい、ダイソー打ち込ん。攻撃タイプがいるからここまでは楽勝で貫通できます。こっからはちょっと他のキラーに頼っていきます。まずキリのリーダースキルちょっとね把握させてもらう。こいつねワンパンでできれば持っていきたいんですけど、水を6個以上つなげて攻撃力が上昇か。水ねえわ。ということでワンパンは多分無理ですね。こいつは覚醒無効してくるんですよ。だから厄介なんだけど、まあしゃあなしですね。これはこいつは片方の倍率で多分厳しいので、ちょっと覚醒無効からの属性吸収かな。属性吸収が来るんですが、ちょっとそれも耐えていきましょう。非吸収だったら大丈夫そうじゃないかな。火消されたけアテン使います。シャーマンはちょっと一応全部消しときましょうか。まあこんなもんでいいかな。後ろの火力で抜けるでしょう。 OK で次がサツキ。ここでスキルターンを全部、まあ2人の男の子を除いて全部持っていかれます。でここなんですけども、キリが体力キラー2つ振ってあるので、キリの、キラーで抜いていくといった感じになっております。はい、ワンパンは無理か。でハート作るんだっけ。 OK、 まあこれね、水のドロップ数によりけりなところがあって、ワンパンできなくはないと思うんですけど、ちょっとドロップ数が足りなかったっぽいです。これでワンパン。次はフォークロアかな。4ターンかと。でフォークロアなんですけども、一番強い攻撃、名前忘れましたけど、一番強い攻撃は単発攻撃なので、それはあいつのあれで耐えれます。なのでそれ以外連続攻撃は軽減を張ってね、耐えていきたいかなといった感じです。一応回復しておきたいんだよね。で回復枯渇は許されない。いやーそれはやりすぎたな。いやまあ耐えれるんだけど、次の椿戦もとりあえず先制攻撃は。でここでキリと別れして、でここ耐えまして、でとりあえず半分まで持っていけてれば耐えれるので、はいはいはい、危ないね。 50% をぶち抜けるかな。まあ、ぶち抜いてほしいよね。いきましょう。まあこんなもんでいいか。ここはねフェンリルビズの神キラーでご利用したい。 OKOKOK で、ボス戦お邪魔耐性 100% にしてますんで、はい大丈夫ですね。こう爆弾弾いてもらって、でロックの目覚めで、ここなんですけども、どうしようかな。半分切るまでは攻撃タイプ
攻撃と体力があんまりいないな、全くいないなというか、多分ねワンパンじゃ持ってけないと思うので、まあ、とりあえず試してみようか。ボルトレイは単発攻撃ですので、ちょっと待ってよ、ここはこれじゃまだ持っていけないと思うんだよね。エナジーレイか、ごめんなさい、エナジーレイでした。で、これ使おうかな、色ないしな。そうですね、これ使いましょうか。これ使います。で、同じことをするんですけど、多分ねこれでも抜けないんじゃないかな、まあ、抜けないなら抜けないでいい。はい、半分をとりあえず切らせます。 OK。 でジャミングですね、色はあるから雨は使わなくていいかな、多分この盤面で大丈夫だと思うんですが、まあ、大丈夫でしょう。でここで、自傷スキルを使わないと、あの HP 割合が出てないので、ここで、最大火力ちゃんとねしっかり出してから突破しに行きます。そのためのあいつでした。はい、ということでクリアですね。はい、こんな感じでチャレンジレベル10クリアできますんで、ちょっと初クリアですけどね、これ多分自分何回か挑戦してて今クリアできたって感じです。パーティーの紹介か、パーティーの紹介なんですけど、一応ビッグフットは正宗装備攻撃キラー4つと、アテンは悪魔キラー3つぶりで、お邪魔耐性3つ、ウルム装備で、三つ橋、こいつは、まあ、自傷スキル用、一番短い自傷スキルかな、現状パズドラ界の。3ターンで自傷、HP1 にしますんで、遅延されても大丈夫。溜まり直して、最後ボスで使えます。で、毒耐性3つ。で、キリは毒耐性つけてて、まあ、最後バインドされても最後は爆弾なので、お邪魔耐性さえ残っていれば大丈夫ですんで、こいつは、あいつ、サツキを抜く用のキリですね。バランスタイプじゃなくても大丈夫なんです。大丈夫です。フェンリルビズ、神キラー2つで、なおかつ、まあ、もう1個振ってあげるとね、さらに安定するんですが、ちょっと神キラー今切らしてるのでね、2個ぶりです。神キラー2個ぶりで、お邪魔耐性かつ、光が欠損した時用に、いらないキドロップを光に変換してくれる、なんだっけ、風魔小太郎の装備でお邪魔耐性合計 100% にしてあります。フレンドさんは、特にしてないので、別にちょっとキラー振ってあるようなフレンドさんにしてあげたらいいんじゃないかなと。思います。ということで、今回はビッグフット、なんかもう俺のイメージが完全にビッグフットになってる気がするけど、ビッグフットでチャレンジレベル10クリアしてみました。まあなんか参考にできるところがあれば参考にしてみてください。もうこんなクリアの仕方しなくていいんだけど。ということで、ビッグフット使ってみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。